任天堂スイッチ専用ソフト。アームズをやっていこうと思います。私はこのゲームで世界チャンピオンになる。お嬢様ならできますよ。無理に決まってんだろバーカ。不安なんか言った？いえいえ何も。ってことで早速やっていこうか。そうですね。どうやら最初はキャラクターを選ぶみたいですね。へえ、いろいろなキャラクターがいるんですね。こいつは表紙に載ってたやつだ。こっちは女性のファイターみたいですね。は、ルシオの進化系。ゲーム違うからやめろ。こう見てみるとキャラクターによって結構性能が変わってきそうだね。把握するのに時間がかかりそうですね。それでお姉様は何を使うんですか？今回はこのスプリングマンってやつを使っていこうと思うよ。多分このキャラクターは一番基本的なんでしょうね。ま、しっかり決めてきてやるから任せておけって。もちろん期待してますよ。どうやら最初はチュートリアルから入るみたいですね。最初だしチュートリアルも見せていこうか。これで視聴者さんもどんなゲームかわかるでしょうしね。それじゃあトレーニング開始と。なんかこの掛け声いいですね。テンションが上がってきます。ジョイコンを傾けて移動か。二つとも移動したい方向に動かせばいいみたいですね。簡単な移動方法だね。なるほど、Lでダッシュか。よしやってみるか。ダッシュというよりかは踏み込むって感じですね。これで相手の懐に入り込むという感じでしょうか。なるほど、ジャンプもあるのか。ボクシングのゲームでジャンプがあるのは珍しいですね。多様な戦い方ができそうですね。パンチか。これが私のパンチだ。なんか軽かったね。今の本来の力の2割も出してないし。どうやらジョイコンをひねることによってパンチがカーブするみたいですね。カーブするパンチか、面白い。威力に違いなどはあるんでしょうかね。どうなんだろうね。多分大きくカーブするだけなんじゃないでしょうかね。なるほど。次は掴み技か。武器を掴んで持ってきて、アッパーからボディへのコンビネーションですか。なかなか痛そうですね。お、今度はガードだね。ジョイコンを8の字にするとできるみたいですね。この感じだとガードブレイクがありそうですね。さてさて、次はどんな技を教えてくれるのかな。何やら右の三角形が光ったみたいですが、ふふふ、必殺技か、私にふさわしいな。これはかなりのゴリ押しですね。殴りまくってましたね。私が最強だ。どうやら次は実戦みたいですよ。早速見せてやろうじゃないか、私の力を。敵は CPU でキャラクターもさっきと同じみたいですね。こんなデカブチちゃちゃっと KO してやるよ。どうやらこの最初の画面で腕のカスタマイズができるみたいですね。初期装備でいこう。スタートですね。先手必勝だこれ。オープニングヒットはお姉様ですね。そんなすっとろいパンチ当たんねえよ。お嬢様が着実にパンチを当てていってますね。そしてマスターマミーがたまらずダウン。すぐ勝ったか。ダダムダダ。今のは強烈でしたね。右と左の両手パンチといったところでしょうかね。だが相手のマミーも黙ってはいない。すぐさま掴み技で反撃してきましたね。やるじゃねえか CPU のくせに。敵は防御の構えを担っていますね。そしてその防御の構えからの伸びるパンチ。なんだ今のは光っていたぞ。だが関係ねえ。押して押して押しまくるだけだ。おらおらおら、どうしたかかってこいよ。そんなガードばかりだとつかむぞ。ここで右アッパーからの左ボディ、かなりいいのが入りましたね。そしてマミー選手の残り体力もわずかだ。これで終わりだ。決まった。最後は右と左ほど同時に繰り出してヒット。かっこよかったですね。でしょでしょ、やはり最強。まあでもまだこれ敵が CPU ですからね。っていうかもう一試合あるのか。じゃあ今度はちょっと装備を変えてみようかな。この下のブーメランってやつを使ってみるよ。先が尖っていて当たったらかなり痛そうですね。それじゃあラウンドに開始。最初は攻めるのに。またまたオープニングヒットはお姉様だ。むむ、さっきまでのグローブと全然違う。一発目左に外れたはずなのに右にずれましたもんね。なるほど、グローブによっても様々な性能があるんですね。楽しくなってきたな。このまま距離を詰めてインファイターに持ち込む。うわ、どうやら敵のパンチはかなり重いみたいですね。こっちのパンチを受けてもそのままパンチが飛んできますね。やはり見た目通りかなりのヘビー級みたいだな。多分他のキャラよりタフなんでしょうね。必殺技が溜まったな。次のチャンスに使うとするか。ここでマミー選手派手に倒れる。使うとしたらここだな。行くぞ。おらー、これはものすごいパンチが飛び出した。何だったんだ今のは。なるほど、グローブによって必殺技も異なるのか。それにしてもものすごい破壊力でしたね。パンチから竜巻が出るほどだったからな。初勝利。いい戦いっぷりでしたよ、お嬢様。ふふふ、そうだろう。それじゃあ早速行ってみるか。何をするんですか。実戦だよ、実戦。つまり、他プレイヤーとのバトルだよ。いきなり行くんですか。まあ、お姉ちゃんに任せておけって。白星取ってくるよ。どうやら対戦は一定の人数がこのロビーに入って、その中からランダムで決まるみたいですね。どうやら対戦相手が決まったみたいだな。どっちもスプリングマンでしたね。どっちが本物のスプリングマンか教えてやろうじゃないか。グローブはどうするんですか、お嬢様。普通のグローブで行くよ。それでこそ誠のスプリングマンが決められる。どうやら敵はそうじゃないみたいですけどね。何、あの野郎スプリングマンの風上にも置けないな。とりあえず試合開始ですね。ほらほら、どうしたかかってこいよ。お嬢様、さっきとは違って慎重な立ち上がりですね。ほら、そしてオープニングヒットは今回もお姉様だが、ここで敵の掴み技だ。ちっ、やっぱりさっきのやつとは格が違うな。だが、やられっぱなしは趣味じゃねえんだよ。今のはいい掴みでしたね。一瞬の隙を突きましたね。厄介なのはあの変則的な右だな。分かっている、がよせきだね。なかなか厄介ですね。タイミングを取るのが難しいですね。初めて見るパンチだから、まだ慣れないんだろうね。もっとこっちに近づいてこい。ここでまたしても敵を掴んだ。かなりこっちのペースですね。体力のバーも1本分お嬢様が勝ってますし。ちっ、左か。そして敵の右。今のはもろに食らった形になりましたね。ほら、相打ちですね。左が避けられた。しかし敵の攻撃も当たってません。決めるならここだ。行くぞ。これは必殺技だ。おら、決まった。最後は
は必殺技の右と左の連打がうまく決まって KO 勝ちですね。どんなもんだ。これがバーサスプレイヤーでの初勝利ですね。おめでとうございます。にしても楽しいなこのゲーム。そうですね、この他にも2対2とかバレーとかのゲームモードがあって、そっちも楽しいですし、何よりまだ体験版ですからね。そうそう、スイッチを持ってれば誰でもできるから、ぜひやってみてね。体験版はできないみたいですけど、製品版ではランクマッチとかもできるみたいだしね。今からワクワクしてきますね。ってことで今回はここで終わろうか。そうですね、それじゃあバイバイ。じゃあね。ご視聴ありがとうございました。